皆さんこんこにちは今日は2024年パリオリンピックの射撃競技で世界中の注目を集めた2人の選手について驚くべき物語をお伝えします一見すると正反対の2人ですが彼らの姿は射撃競技に新たな魅力を吹き込み多くの人々の心を捉えましたまずはトルコの射撃選手ユスフ・ディケチさんの物語から始めましょう51歳のディケチさんは 7月30日に行われたパリオリオンピピックの射撃混合エアピストルル競技で銀メダルを獲得しましたしたかし彼が世界中の注目を集めたのはその驚くべき競技スタイルでした通常射撃選手は専用のヘッドホンやアイカバー耳栓などの装備を身につけて競技に臨みますしかしディケチさんはそういった装備を一切身につけず 自国名を記した T シャツ姿という極めてカジュアルな格好で競技に挑んだのですさらに驚くべきことに左手をポケットに突っ込んだまま射撃を行っていましたこの姿が SNS で拡散されると瞬く間に無課金おじさんトルコの無課金おじさんというニックネームが付けられ大きな話題となりました X ではトルコの無課金おじさんまたすんごいパワーワードが爆誕しよった 無課金おじさんマジで無課金装備で草が「無課金おじさんかっこいい」といったコメントが次々と投稿されました「無課金おじさん」という愛称はオンラインゲームの世界から来ています多くのゲームでは強力な装備やアイテムを手に入れるために「課金」が必要ですがディケチさんは最小限の装備で最大限の結果を出したことからこの愛称が付けられたのですディケチさんの経歴も彼の魅力をさらに高めています 1973年1月生まれの彼はもともとトルコの憲兵隊に所属していた元兵士だったのですこの事実が明らかになると調べてみたら本当にジャンダルマの偉い人だったなのでヒットマンと言っても間違いではないといったコメントも寄せられました彼の射撃スタイルと経歴が相まって SNS 上では射撃場にふらっと来た無課金おじさん初期装備ガチモノのスネーク 惚れてまうやろこんなんトルコがヒットマンをオリンピックに送り込んできた姿勢の美しさがすごい隠居した元凄腕エージェント職人感がかっこいいといったさまざまな反応が見られました中には「シティーハンター出てほしい」「ガチでイケオジすぎ」といったコメントも彼の姿は多くの人々の想像力を刺激しまるで映画やアニメの主人公のような存在感を放っていたのですリケチさん本人も、 この反響を喜んでいるようです彼はインスタグラムを更新し銀メダルを手に8500万人の国民が祈りを持って見送ってくれた我が国にとって共和国史上初のオリンピックメダルを獲得できたことを大変嬉しく思うとコメントしています彼の経歴をさらに詳しく見てみると射撃競技において23個ものメダルを獲得しており その実力は折りり紙付きであることがわかります2003年から2024年までの21年間にわたり国際大会で活躍してきた実績を持つのですリケチさんの姿は多くの人々に感銘を与えました装備や外見ではなく真の実力こそが重要であることを体現したからです SNS 上ではこの「どこにでもいそうな感じがやばいですね」「無課金おじさん いつも行く飲み屋の店主の裏の顔みたいでめちゃくちゃ良きといったコメントも見られ親近感と尊敬の念が入り交じった反応が多く寄せられました一方でディケチさんとは対照的な存在として注目を集めたのが韓国の射撃選手キムエジさんです彼女もまたその姿がかっこよすぎると世界中の SNS で大きな話題となりましたしかしその理由はディケチさんとは全く異なるものでした キム選手はパリオリンピックの射撃女子銃0エアピストル競技で銀メダルを獲得しましたしかし彼女が注目を集めたのはその競技成績だけではありません競技中の姿勢や表情が多くの人々を魅了したのです SNS 上ではかっこよすぎて見とれている所作や表情がカンドラですかってぐらい迫力あるしかっこいいといったコメントが相次ぎました中には キムエジ選手が世界新記録達成その瞬間に「ゲットワイルド」を流したら完璧なシティハンターの世界にとアニメの世界観になぞらえる声もありました彼女の姿は著名人の目にも留まりましたイーロン・マスク氏は X に彼女はアクション映画のキャストにされるべきだ演技なんか必要ないと投稿しその姿に興奮を隠せない様子でしたさらに 映画テレビ芸術アカデミー委員会のデル・ウォーカー氏は私が今まで人生で見た中で最大の主役級のオーラがあると評価しましたこれはキム選手の存在感がいかに強烈であったかを物語っていますメディアの反応も注目に値します米 CNN はインターネットが韓国新記録を打ち立てたシューターと恋に落ちるという見出しで記事を配信しましたまたファッション誌 GQ は彼女の姿を未来的なウェアをまとった SF 映画の暗殺者のようと評しましたキム選手の個人情報にも少し触れておきましょう彼女は31歳で一致の母親でもあります興味深いことに競技中は子供のお守りとして腰のベルトに象のぬいぐるみのようなものをぶら下げているそうですこの小さなディテールが彼女の人間味を感じさせ多くのファンの心をつかんだのかもしれません キム選手の活躍はまだままだだ続きす。す。8月2 25m 日日かから3日ににけて行われる女子25ピストルにも出場予定です彼女のさらなる活躍に世界中が注目していますこのようにキム選手の姿はスポーツの枠を大きく超えて多くの人々の心を捉えました彼女の競技スタイルやファッションセンスは射撃競技に新たな魅力を吹き込んだと言えるでしょういかがでしたでしょうかリケチさんとキム選手は 全く異なるアプローチで人々を魅了しましまた一方は最小限の装備でカジュアルな姿を貫きもう一方は最先端の装備で未来的な雰囲気を醸し出しましたしかしどちらも多くの人々の心をつかみオリンピックに新たな魅力を加えたのですこれからもトルコのムカキンおじさんユスフ・ディケチ選手と韓国のキム・エジ選手の活躍から目が離せませんユスフ・ディケチ選手とキム・エジ選手 2人の選手がこれからどのような活躍を見せてくれるのかそして射撃競技がどのように変化していくのか今後も注目していきたいと思います以上今回の動画ではパリオリンピックの射撃競技で注目を集めた2人の選手について詳しくお伝えしました最後までご視聴いただきありがとうございました今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいですそして、 この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。